スタディオン FK クラスのダールは、ロシアのクラスのダールにある、サッカースタジアムである。FC クラスのダールが、ホームスタジアムとして使用する。スタジアムの設計は、ロシアのスピーチとドイツの GMP アーキテクトンフォン、ジャークン、マーグントパートナー、建設は、トルコのエスタコンストラクションが担当した。建設費は、FC クラスのダールのオーナーであるセルゲイ・ガリツキーが、負担した。 スタジアムの収容能力は約3万4千人だが4万人に増やせるように設計されている。外観はコロッセオのようなデザインで内壁には360度の巨大な LED スクリーンが設置されている。気温がマイナス25度まで下がってもスタジアム内は10度まで上げることができ、フィールドには冷却と加温、座席には暖房システムが設置されている。 2011年から2013年までデザインの選考が行われ、2013年4月に建設が開始された。2016年9月にスタジアムが完成し、10月9日にサッカーロシア代表とサッカーコスタリカ代表の親善試合で会場した。FC クラスのダールからは、セルゲイ・ペトロフとユー・リガジンスキー、スタニスラフ・クリチュクの3名がロシア代表に選出された。 10月20日には FC クラスのダール最初のホームゲームとなる UEFA ヨーロッパリーグ2016から17グループステージ第3節のシャルケレー4戦が行われた。ありがとうございます。